こんにちは、じゅんです。ゆっこです。はい、今回は、はい、飯塚千恵さんによるレッスン動画でございます。もう恒例になっております。はい、今回はですね、ゴルフが上手い人と下手な人の違いについてお伝えしていきたいと思います。はい、秘宝秘宝です。本当に秘宝。どっち側にいるんだろうね。確かにね。それでは、はい、早速レッスンに入っていきたいと思います。はい、今回はゴルフが上手い人、下手な人の違いについてお話をしていきたいと思います。ゴルフがですね、上手な方と、そうでない方の、違いをまずお話ししていきたいと思います。ゴルフが上手な方は体の使い方にプラスしてクラブの使い方を合わせて練習している方です。はい、そしてあまり上手でない方は体の使い方だけにフォーカスしてしまって、はい、クラブの使い方、こっちを無視してしまう方ですね。こういった方はですね、どんなにこういい動きをしたとしてもクラブの動きがバラバラになっちゃってることが多いので、そうするといざボールにアタックした時にフェースの向きが開いてたり閉じすぎてたりしてしまうと自分の思った球筋にいかないので、体の使い方だけフォーカスしている方はちょっと上達がなかなか難しいです。はい、で分かりやすい例で言うと、最近で言うとやっぱシャローとかね、水平にこうダウンスイング持っていきたいよね。もちろん効率的にはこっち側で持っていきたいんですが、シャローにしたいがゆえに水平に持ってくることだけをフォーカスしてしまうとフェースの向き気にしてないですよね。フェースの向きが開いて水平にしてボディターンしてしまうと、さあフェースはインパクトの瞬間どっち向いてますかね。右ですかね。右ですね。はい、右ですね。でシャンク出て、ね、シャローにしたらシャンク出るんだよねっていう相談がとっても多いんですよね。なので体の使い方と、はい、クラブの位置、フェースの向きを一緒に合わせて練習している方はとっても上達が早くなるので、はい、体の使い方だけではなくクラブの使い方、クラブの構造を少し勉強していただくと、スムーズにゴルフが簡単に上手くなりますので、おすすめです。はい、簡単にクラブの構造の話をさせていただきますと、まず、はい、ヘッド右側が重くなっているので何もしないと右側にこうポッとフェースが開こうとする動きが働くっていうのが一つ。そして、はい、クラブヘッドの方が重いので、はい、ヘッド側にこう落ちようとするエネルギーが一つ。大きく分けてゴルフクラブの構造はこの2つの方向に動きやすくなっているので、この動きやすいゴルフの構造を理解した上でスイングしていただければなと思います。その中でこのクラブにさせられてしまう動きがあるよっていうのを一つご紹介したいと思います。よくですね、起き上がり直したいっていう方いらっしゃるんですけども、これ実はですね、起き上がりとフェースの面って密接な関係になってまして、このフェースの向きによって起き上がらされてるっていうことがあるので、起き上がりだけを一生懸命直してもなかなか直らないんですよね。なのでこのフェースの向き開いてしまうと重くなってる右側が落ちます。落ちると同時に反動で起き上がるんですよね。またはこれを戻そうとして腕が伸びるのでダフらないように起き上がるんですよね。なのでクラブにさせられる動きが出てきてしまうので、皆さんも体の使い方の練習だけじゃなくてクラブのフェースの向きと合わせて練習してみてください。はい、今回は以上です。はい、それではここで重要なお知らせをさせていただきます。させていただきます。なんと、はい、リンゴルフの公式 LINE アットができました。ありがとうございます。この公式 LINE ではゴルフのね、達成したいな、上手になりたいなっていう、情報を配信したりとか、それを継続できる環境っていうのを、こちらでご用意していく予定です。はい、
なかなかさゴルフ上手にならないなとか、うん、伸び悩みそうとかスイング合ってるのかなとか、うん、あると思うんですよ、まあ、そういうふうに悩みがあってプロみたいなスイングができるようになりたいとか、うん、100ギリしたいとか、うんまあ、ゴルフ一緒に行く人驚かせられるような上達したいとか思ってる人いると思うんですよね、はい、いるでしょ。いやいっぱいですよ。それらを達成できる環境を、まあ、この LINE でご用意しておりますの で、はい、この動画の下の概要欄からぜひ LINE アットの登録お願いします。お願いします、はいはい、ちなみに、うん、友達登録をしていただいた方にははい、はい、LINE 限定配信で無料ゴルフ動画を5本配信します、うん、これはプレゼントします。なのでぜひねこれはね登録してくれた方だけなので。そうですね、はい。でこの特典は登録時にアンケートの回答を、うん、行っていただいた方にお配りしているものなので、はい、アンケート必須なので、はい、そちらをお忘れなく。そうですね、登録だけじゃダメなんです。ダメですね、はい、アンケートの回答をお願いします。お願いします、はい、今回もご覧いただきありがとうございます。ありがとうございます。この動画がいいなと思っていただいた方はチャンネル登録と高評価とコメントお願いします。お願いします。うん。